お下がりください、主様。でぃ！なんだ貴様ら、侵入者。ラビリンスの皆様のおとり作戦が功を奏して、王宮内部はだいぶ手薄になっておりますね。それでも最低限の人員は配置されているようで、気は抜けませんが、この程度でしたら私が対処可能です。何者だ貴様らは。王宮に、国家に盾つく気か、愚か者どもめ。貴様らの末路はきっと悲惨な。あ、お静かに。騒ぎに気づいて警備の者たちが押し寄せてきたら困ります。これまでの道中で倒してきた他の警備の皆様と同様に猿ぐつわをかませて、とりあえずここに座らせておきましょう。警備をしているナイトメアの皆様はなぜか顔を覆い隠す兜をかぶっていますし、遠目からは単に居眠りをしているだけに見えるはずでございます。時間稼ぎにしかならないでしょうが、皆様真面目に職務を全うしている方々ですし、命まで奪ってしまうのは心苦しいですよね。主様に肯定していただけると安心いたします。主様のお心に寄り添えるならば、私は迷いなく突き進めます。お手をどうぞ主様。この先に階段があり、その下が王宮の悪名高き地下監獄。事前に得た情報によると、そこにペコリーヌ様が囚われているはずでございます。こちらに協力してくださっているネネカ様とやらが情報を提供してくださって助かりました。さもなくば王宮内部を右往左往することになったでしょう。王宮地下監獄は政治犯などが収容されている、警備が厳重で脱獄もほぼ不可能な牢屋という話でございます。監獄にたどり着いてもペコリーヌ様を牢屋から出すのに手間取りそうですね。とりあえず監視がいれば倒して鍵を奪おうと考えておりますけど、監視が不在または鍵などが入手できなかった場合は、主様の能力で私を限界まで強化してくださいまし。やや乱暴ですが力ずくで牢を破ります。あまり分の良い賭けではないかと思いますが、他に方策もございません。何にせよ早めに牢屋にたどり着く必要が。警戒してくださいまし主様。地下に降りる階段の正面に見るからに強そうな方が陣取っておられます。あの方が牢屋に至るための最後の難関でしょうね。主様のお知り合いの方ですか。本当に顔が広いのですね、主様。しかしまあ大変結構でございます。お知り合いの方なら事情を説明すれば退いていただけるかもしれません。そこに誰かいるな。え、できるだけ気配を消して隠れながら移動をしていたのに、この距離から察知されました。勘の鋭い方ですね。どうしましょう。主様のお知り合いなら素直に顔を見せて真心を込めて説得した方が。侵入者か。仕方ないな。監視は私の本業ではないんだが、主命により地下監獄に近づく者は全て成敗する。悪く思わないでほしい。これが仕事だ。